猫好き。ああそうだ、バレットさんから伝言を預かってます。ネボスケのソルジャーさんよ、今日は一日自由行動だ。今のうちに装備の点検でもしておくんだな、とのことです。起きたか。よほど疲れていたようだな。俺を待っていたのか。感謝を伝えていなかったと思ってな。クラウドたちのおかげで北条から逃げられた。成り行きだ。だとしても恩は必ず返す。しばらくは一緒に行く。そうだ、装備の点検に行くなら私の装備品も頼む。わかった。偉そうな新入りだな。装備の点検は終わったのか。ここで何をしている。見張りだ。いつ神羅が来てもおかしくはない。さすが頼りになるな。褒めても何も出ないぞ。ほら、サボンのいる。見張りは任せろ。今のところ異常はない。あ、おはよう。ああ、みんな町を見に行ったみたい。そうらしいな。あのタンク思い出さない？ああ、約束した場所だ。あの時の服お気に入りだった。ああ、水色みたいな、緑みたいな色の。うん。おう、お早いお目覚めで。朝から飲んでるのか。酒じゃねえよ。祝杯はセブンスヘブンを再建してからだ。その時は俺がおごろう。そりゃ嬉しいね。じゃ、高い酒を仕入れとかないとな。アバランチにカームも襲われたりしないよね。あ、クラウド、おはよう。ああ、何をしてるんだ。クラウド、探してたの。そうか。本屋に用事？あのね、その後、時間ある？塔の上、行ってみない？仕方ないな。その言い方。でも、ま、いっか。暇じゃない。そんな。お願い。わかった。やった。ねえ、ティファと何かあった？うん。ほら、部屋同じだったから。何か言ってたか？特には何も。でも、わかる。幼馴染なんて、羨ましい。大切にしなくちゃ。ああ、いたか。うん。よかった、無事だったんだ。二人で何してやがったんだ。デートみたいな。あ、え、あ、そういうのはしばらくお預けだ。いいな。うん、よし、脱出だ。
改めてそう思った。それに私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ。例えば荒野の歩き方。そんなの簡単だぜ。俺のやり方はとりあえず歩き出せ。カームにはしばらく戻れないよね。そうだな。行こう。これが本当の始まりだね。うん。よろしくな。おっしゃ、行くぜ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 。あれはモンスター？動物？動物だ。どうしてわかるの？図鑑で覚える。兵士の基本の一つだ。動物は食べるためまたは縄張りを守るために襲う。だがモンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。あれに関して言えば危険な匂いはしない。鼻を鍛えるんだな。シンラはいねえな。ああ、共和国時代の船着き場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。でミスリルマインを抜ければジュノンってわけだ。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルゾールムが潜んでいますだって。でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場まで。勝手。どうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな？さあ、これ経験豊かな旅人なら誰でも知っている豆知識。お前さんは当然知ってるって顔だな。だろう？いらっしゃい。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。え？おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。かわいい。似てるかも。お？なんだ、どうした？まだお腹減ってるのかも。ごめんね、もう持ってないの。牧場に戻ればたくさんあるよ。おい、牧場へ戻るようだな。追いかけよ。
いた。野菜でお家のこと思い出した？どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。あれを見ろ。セフィロスだ。本当？追うぞ。セフィロス、いねえな。うん、そうだね。なんだ、どうした？何？おいお島に擬態していたようだな。解説ありがとうよ。私、わかる？エアリス。おかえり、クラウド。セフィロスは？やっぱり、セフィロスは強いな。